はい、どうも、ブヒケンです。今ベランダの修復をしている最中です。まず全てを撤去します。すげえ、ぐっちょぐっちょ。ちなみにブヒケンパパはそこでこたつを作っておりますよし、ちょっとやっていきます。今お散歩から帰ってきたらだいん視聴者様からのプレゼントでしょうか。そうですね、フグチリセット、マジでありがたくいただきます。いつもありがとうございます。いやー嬉しいです。いいのかな、もらっちゃって。ブヒケン様って書いてあるからだ、いいんだろうな。ありがとうございます。おはようございます、ブヒケンです。本日は大晦日31日でございますね。ただいま朝の10時ぐらいか、やっと雨が上がった。さっきくーちゃん散歩も済まして、で昨日からベランダの修理をやってるんですけどね、とりあえず昨日はここまでやって、こっから続きを床の張り替えのためにはまず上からっていう感じでやっております。それとは別に今ちょっとね、大掃除も始めておりますねえ、はあ、よいしょ、大掃除プラス断捨離だよ。参った、自分の部屋が超汚ねえ。あら、くーちゃんはおやつ親父は今ね、あの朝のウォーキングにね、ちょっとね行きましたね、はあ、ちょっと続きをやっていきます。もうね、モニターがね、完璧に映んなくなってしまってる。映ってるかどうかわかんないこの辺で映ってんのかな。おはようございます、ブヒケンです。本日は31日でございます。大晦日ですね。今ね、ちょっとウォーキング行ってきたんですよ。ただいま時刻は午後2時半ぐらいだったかな。まあ、お正月休みに入って、あの冒頭で出した動画みたいにね、親父とまあ楽しく過ごしているんですけど、何しろさ、普段さ、そういうあのなんていうかな、修行僧みたいな食事をずっととってたもんで、あの親父と一緒になってからさ、親父のための食事をいろいろ作ってるわけですよ。まあ、喜んでるんですけどね、親父も、もうお正月だからななんて言いながらね、だけど私にとってみたら、普段のさ3倍以上のカロリーを摂取しちゃってるわけなんですよ。なんで、まあ、去年もそうだったんだけど、もう朝ごはん、昼ごはん、夕ごはんの後に2時間ずつのウォーキングと、で夜はいつもの倍の筋トレをね、やるんですけど、で今もそのウォーキング行って帰ってきたところです。ただね、ただまあ、あの朝雨降ってたんだけど、まあ、10時ぐらいには止んでさ、まあ、今ちょっとウォーキング行ってきたんだけど、あの大晦日ですよ今日ね、12月31日ですよね。なのに今僕 T シャツと革ジャン1枚だけじゃないですか、下ジーパンで歩いててさ、もう革ジャンすらいらないぐらい海沿いね歩いてきたんだけど、まあまあまあ2時間近く歩けばさ、暑くなるのは当然だけど、それでもね、12月の31日でこの気温ですよね。だから俺途中から革ジャン脱いで T シャツ1枚でこうやって歩いてたんだけどさ、いやー、これはちょっといよいよ地球がやばいんですかね。まあ地球がもうやばいけど、日本のね、政治もやばいけどね国民から税金を絞り取るだけ取って、自分たちは脱税をしようというね、大臣さんたちがいっぱいいるのでまあまあまあ、ちょっとね、本題に入る前に、ちょっと視聴者様の書き込みで一件だけいいですか。あのまたね、年明けにお言葉紹介動画をね、出させてもらおうとは思ってるんですけど、ちょっと先に
あ、2件ちょっとね、うん、あのまず1件目、吉田様、いつも書き込みありがとうございます。あのエアロレザーの革ジャンで、この前あの僕が出したあの3本立ての最後の革ジャンの動画に対する書き込みだったんですけど、エアロレザーってそんなにいいんですねなんて書いてくれたんですけど、これはねやっぱ個人個人ですよね、うん、エアロレザーの革ジャン僕個人はもうなんていうか好きなんですよ、うん、ただまあ着にくいですよ、着にくい、うん、ギッチギッチのガッチガッチだしさ、あのエアロ立ちっていう言葉あるでしょう。新品のエアロレザーの革ジャンってこれでドンって置くと自立するからね、革ジャンだけでね、うん、僕のやつはもう何十年って経ってるけどそれでもまだ自立しますからねチャックこうやって閉めてね、ボンって置くと。だからサイズ的にはまあ、エアロレザーのサイズは僕38を着てるんですけど、もう何十年も前のサイズですよ、まあ、それでもね、すごくゆったりはしてるんだけど、やっぱ着ると分かるんだけど、もうこの辺ね、この辺はもうこういう感じになりますよ、ガチっていう感じで。でそれをもう力ずくでこうねこうやったりして着てるんだけど、だから僕個人の意見としてはエアロレザーのライダースは僕は好きですけど、誰も彼もがいやーこれいいねって言うとは思わないんですよ。いやこれ着にくすぎるでしょと、ね、大リーグ養成ギブスみたいになっちゃうんだけどみたいなさ、特に新品とかだとね、うん、なんでいいか悪いかで言ったらそれは個人個人のね、判断だし、その好みがあると思うので、私が言ってるものが全てではないというのを皆様ちょっとね覚えておいていただけるとねありがたいです。私がいつもああいう動画でくっちゃべってるのはあくまでも自分の好みのお話をしてるだけなのでおい武器券動画でこういうこと言ってるから、じゃあ俺もそれ買おうかななんて思わない方がいいですはい、好みってあるのでね、はい、そんな感じです、はい。それとねもう一件ね、ミスターノルディックさん、いつも言葉ありがとうございます、はい、とショットの217これですね、今私が着てる、うん、いいですねって。で、自分も今217にしようか、ショットの新しいなんだっけなんだかダブルにしようか迷っていますなんていう書き込みを書いていただいたんですけど、まあ、ちょっとでも参考になればいいなと思って、あ、これでサイズ教えてくださいと、武器券さんが着用してるショットの217のサイズ教えてくださいみたいに入ってたんですけど、まあ、ちょっとでも参考になればいいなと思ってね、今、また着てみてるんですけど、うん、っていうかもう今日朝からね着てるんだけど、217はやっぱいいですよね、超かっこいい。これ何がいいかってやっぱ着やすいんですよ、もうしょっぱなから柔らかいから、うん、本当にもうさらって切れますね。で、私が着てるのはねこれ37、うん、ショット217US の37で、参考になるかどうか分かんないですけど、私今体重がね、ちょっとまたちょっと増えちゃいまして、72キロちょっとかけるぐらいです、はい。で、ちなみに言うとね、映ってるかな、まあ、チャック外しましょうか、今履いてるジーンズが映ってる、映ってる、リーバイス、1998年製の LVC1955 モデルの33インチです。それを履いて、今私の体重72キロちょっとかけるぐらい。今 71.7 ぐらいなんだけど、ちょっと太っちゃった。で、この体重で身長が176センチです。うん。まあ、この辺にデータ出しますけどね。で、個人個人やっぱりその、ね、体重が同じであってもさ、体型の違いってあるじゃないですか、うん、で私最近ちょっとね筋トレすごい頑張ってるんで多少筋肉もついてきたんですけど、それでもやっぱねこのリーバイスの33インチの映ってる映ってる33インチのリーバイスを履いて、ラブハンドルがちょっとこうまだね乗っかります、うん、このぐらいの体型で38インチの217を着ると、もうちょい下映してもらってこの辺かな、この辺かな、こう映ってるかどうか分かんないけど、こう分かりますか、この余裕が、うん、僕結構ヘビーネル、厚手のネルシャツね中によく着るんですけど、あとパーカーのトレーナーとか着るんですけど、それを着ても
私の身長体重ぐらいでこのぐらいの体型のおっさんだったら38インチでもあの中にそういうものが来てまだ余裕があります、うん、T シャツ1枚だとねもう本当にね超ゆるゆるよ超ゆるゆる、うん、ただこれもよいしょちょっと待って、ただこれもさやっぱ個人差ってあるじゃん、まるっきり同じ体あの身長体重でもさあのなんていうかなちょっとこのラブハンドルがすごいとかさね、お腹がこう出ちゃってるとかすごい筋肉がこんななってる人とかだとやっぱりいろいろ変わってくると思うんですよ、うん、まあ本当にこれも参考になるかどうかわからないんですけど、もう一度言っておきますけど、私の身長が176センチ、体重が今 71.、まあ、72キロちょっとかけるぐらいね、うん、おかしいな、先週はね71キロ切ってたんですよおかしいな、まあいいや、でもそのぐらいの、体重でまだお腹のラブハンドルがあの全て取り切れていない状態でもこの217の38インチでちょっと余裕があるぐらいですね。だから俺思うんだけど、多分あのショットのこの217じゃなくてもあのトールのやつあるじゃない、トールモデルってあるじゃないですか、あのそういうモデルだったら俺36でもいけるんじゃないかなって今思ってるんですよ。このぐらいだとね、俺38だともう本当にこう余裕がありますね、うん、なんていうのかな、俺革ジャン着たまま筋トレ できるぐらい、うん、ぐらいのね、着やすさはあります217、うん、いや参考になればいいなと思ってね今あのまたくっちゃべってます本当すみません。ちなみに言うと昨日同級生のあのとこに行ってまた髪の毛をやってもらいましたすげえ混んでた、それではいよいよ本題に入らせていただきたいと思います。視聴者の皆様、2023年今年最後の日でございます、皆様今年一年もね本当に皆様のお言葉に励まされながらなんとかくじけないでやってこれました、はい、あそれともう一つね、あの年末になるとあのいろんな方からね貢ぎ物が届くんですけど本当ありがとうございます、はい、昨日はちょっとねあの名前はあの出さないんですけど、昨日もちょっとねフグが届いたので、あの昨日は親父と二人でねフグ刺しとフグ鍋のやつが入ってたんですよ。いや豪華なねものをいただいちゃっていいのかなと思いながらね、あの美味しくいただきました、はい、親父も喜んでました、はい、おめえこんなのもらえるなんてすげえなーっつってね、え、で俺も、まあ、ちょっと親父の前だからさまあなって言っときましたけどね、本当俺なんかねゴミなんですけど、本当皆様ねあのそういうのありがとうございます、まあ、お言葉だけで本当に嬉しいしね、うん、あの勇気も本当にいただいてるんですけど、なおかつそういうものまでいただいちゃうとねもう本当ね どうしてお礼を したらいいんだろうっていう気持ちになっちゃうんですよ、うん、でもね嬉しいです、はい嬉しいです、はい、本当ねあの今年1年もいろんな差し入れやらねお土産やらねああいう貢ぎ物やらねいろいろいただいちゃってね、あのいつか本当にね恩返ししようと思っておりますのでね、皆さんもそれをねちょっとね待っていてくださるとね嬉しいです、はい、まあ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 ね、あと朝もうあと何時間でね7億入るんで僕そうです私がダメ人間です、そんな感じでね来年もまたね一日一日をね歯を食いしばって転ばないように頑張って前に進もうと思っておりますので、皆様、これからもね応援の方をよろしくお願いいたします、そんな感じで今年一年どうもありがとうございました。